スロベンスキーチュバックスロベンスキーチュバックとは、スロバキア原産の森地区犬種である。別名スロバークチュバック、スロバキアンシェパードドック、リップトク。愛好家からはチュバックもしくは、チュバなどとも呼ばれている。17世紀頃にはすでに犬種として存在していたが、追い立ちはよくわかっていない。本種の元になった、ハンガリーのクーバースが12世紀頃に作出されているため、 12世紀以降17世紀未満に生まれた犬種であると推測されている。チュバックは他の親戚犬種と同じく家や家畜を狼や家畜泥棒から守るのに使われ、夜間も警戒を怠ることなく警備を行えたため重宝されていた。ホワイトのコートが好まれているのはちゃんとした理由があり、夜間に泥棒や狼を取り押さえたり戦っている時にそれらと待つホワイトのコートは 暗夜でも見やすく、それらの外敵とチュバックを区別するのに非常に都合が良いのである。元から希少種で、ほとんどが羊飼いによって飼育、管理、ブリーディングを行われていたため滅多に民間に渡ることはなかった。20世紀頃になると、原産地で狼は姿を消し、家畜泥棒の被害数も減少したためあまり警備を行う必要がなくなり、仕事が減ってしまった。 それによって、チュバックの需要も減っていき、頭数が激減して、絶滅寸前に追いやられてしまった。しかし、数少ない愛好家によって、返地から本種を集め、繁殖を行って何とか、数を回復して生き残ることができた。ある程度頭数が増えた時点で、藤井へ公認の申請が行われ、1965年に公認犬種として登録された。 現在でも他の親戚種に比べて頭数が少なく、貴重な存在であるが、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国などに輸出が行われ、森地区県としてだけでなく、ペットや小ドッグとしても飼育されている。日本では知名度が非常に低く、まだ輸入されていない。グレート、ピルニーズに容姿は似るが、それよりも体のサイズが、がっしりした体格で力が強い。頭部は大きく。 マズルは短めである。垂れ耳、ふさふさしたタレオで、コートは、もこもこした、柔らかい、まっすぐな長毛。毛色はホワイトもしくは薄いクリーム。体高はオス62から70センチメートル、メス59から65センチメートルで、体重はオス36キログラム、メス31から37キログラムの大型犬性格は忠実で、冷静、有効的だが、 やや独立心の強い一面もあるため、しっかりとしたしつけが必要である。大型犬種であるが極端に多い運動量は必要としない。ありがとうございます。